これ視聴者プレゼント。プレゼントしようぜ。しねえわしねえわ。めちゃくちゃ。あとこれもお互いも。はいはい、グッチグッチ。こいつの車の鍵も全部あげます。ふざけんなお前。久しぶり見たわ。じゃあミンティア、ミンティアもね。ミンティア常にあるから勝手に食うな。俺のミンティア勝手に食うな。やりたい企画があるんですよ私。なんすか。いや前結構昔だけど、うん、面白い看板を一人二つ発表してみんなでケラケラ楽しもうみたいな。ああはいはいはい、やったね。そういう企画やったと思うんだけど、はいはい、これねそれとちょっと似てるんだけど、うん、面白い貼り紙バージョンっていうのをやりたいんですよ。おお、貼り紙ね。貼り紙です。よくトイレとかにこう貼ってあるやつみたいな感じ。いやあるよね、うん、遭遇したこともあるもん。あるあるある、遭遇したこともあるし、うん、まあ、そうこれ看板よりもね、なんなら面白いのいっぱいあるだっていうことに気づいて。いや確かに、これみんなで出しちゃったら面白いんじゃないかなということでやっていきたい。はいはい、いいね、いいっすね。一人三つとかかな、うん、はい、そうだね、三人だしね。はい、やろう、やろう、やろう、やりましょう。はい、じゃあ誰から発表しようかな。あ、俺もう一枚にふさわしいの持ってるんで。オッケーオッケーオッケー、僕からいきます。はい、これはある店舗の貼り紙ですね。はい、店舗ね。なんかご飯屋さんなのかな、わかんないですけど、はい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 、シャッターがこうガラガラガラって閉まってますと。ああ、はい、で、はい、本日は休業しますってことを言いたいんです。なるほど。はいはい、うん、ディズニーランド行く、休む。素直すぎる。じゃあ、あと敬語使え。この字なんとかならんが。こんな弱々しい。雑だなディズニーで、ランドもこれよく見るとラシドっぽいんだよ。別にラシドっぽいのよ。ラソードじゃない、ラソード。ラソードかラシドっぽいのよ。いやもうこの行くっていうこの漢字の雑さをね。ああ諸事情により休むとかにしろよな。ディズニーランドに行くって。納得しねえだろ、うん、近隣の人々、うん、この方自衛隊の方なんですけど、はいはい、あの多分出会いがなさすぎて、はい、ある場所にこういう貼り紙を書いたと思います。はい、手書き QR コード一生懸命書きました。読み取れるか試してきてください。自衛隊ですって書いてありますね。このまま出会いがなさすぎて多分印刷もできないんでしょうね。あー、 LINE の QR ってこと。 LINE の QR コードを多分乗っけてるんですよね多分。いやいやいやそれさ、読み込めるからやろうよ。一回やりますか、やりますか。見せて見せて。絶対無理。これ読み込めたらすごいけど。え、読み込めた。すげえ、読み込めた。チームこれ手書きだよ。え、すごそういうことか。どっち自衛隊、 LINE じゃないんだ。どっち自衛隊。だからあれだ、だから本当はだからそういう宣伝的な読み取って言いたくなるもん、うん、ちょっとこういうの見て普通すぎたらね、うん、なんか、うん、あはいはいって興味ないもんね、うんうん、いやこれ相当頭切れる人が知ってる。あみんな面白いかなっていう、うん、多分全年齢対象の面白さかなっていう感じなんですけど。まあ、まあそんな感じですね、はい、これです。トイレでタバコ吸うな、喫煙所でうんこするぞ。え、すげえ、すごいわ。なんでライバル視してんの。え、なんで。いやもうこのシンプルで、もうなんかもうワードのパワーがすごいなみたいな。もうすげえ、あでもそういうことだよ。まあそういうことだもんね、だってすげえ。トイレ VS 喫煙所。絶対喫煙所でトイレするのが嫌だ。でもそういうことだ。そうね、これすごい。トイレの方数だ。まあ確かになんか当たり前なこと言ってるようなんだけど妙に刺さるな。刺さるよな。これで、あ、やべえってなりそうだもんね。書いたやつおもろすぎだろ。こんなんね、だってトイレで見たらまあ笑うよね。笑う、マジで笑う。いやなんか綺麗、うん、すげえ言ってること綺麗。あーなんか、うん、残酷だけど、うん、残酷で汚ねえけど綺麗、うん、そういいね、綺麗なの、うん、ゴミのポイ捨てが多い場所に貼ってあると思います。これははい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 、今捨てるゴミよりあなたはもっとゴミ。めちゃくちゃ綺麗です。クソディス。でもその通りじゃん。確かにこの心突き助け。いやもうそれはそうじゃん、はい、ポイ捨てするやつクズやん。いやこれは同感ですね。これ同感するよね。これ見たらちょっとね、うわー俺めっちゃゴミやんって思うもんね。万引きなんか良くないじゃないですか。万引きなんか犯罪っすからね。犯罪っすよね。良くないね。さすがにやばいじゃん。良くないよ。もうすぐ警察ですよ。すぐ警察ですよ。警察呼ぶじゃん。警察
ていう普通看板貼るじゃないですか。貼りますよ。貼りますよ。これ違うんですよ。うわ違うんですか。違うんですか。もう俺シンプルに見てください。はい。おー見ますよ。もうこちらです。おー見ますよ。バーベキューしたら体で繋がくつくなってもらいます。噛むなよ。噛むなよ。そこ。そこ噛むんか。え見て、男と男なんだよね。本当だ。ああ本当だ。男やんけ。ついでに警察にも突き出します。お前が捕まるわ。いや本当だ。こいつが一番こいつ悪いやん。うわすっげえそれ。あよく見るとめっちゃおもろいぞこれ。めっちゃおもろい。これめっちゃおもろいわ。なんかね、妙に結構ちゃんとしてんだよな。だってもうなんか英語でも書いてるしさ、いろいろ凝ってるね。うん、あなんか思うかと。確かにそいつが捕まるわ。そいつが捕まりますわ。分かれるかもしんないんだけど、俺はなんか、俺はめっちゃこういうの好きなんですよ。ハマったっていう感じなんだけどね。はいはいはい。お願い、トイレットペーパー丸めて一度に流しますと詰まります。お固めずにファーっとした状態で流してください。いや、ファーって何みたいな。いや、ファーって何どういうこと。全然俺分かんなかった。俺分かんなかった。確かに。ファーっとした状態で流してください。どういうことと思って。え丸めずに固めずにファーっとした状態で流してください。まず固めることなくない。ファーとした状態が分かんない。分かんない。求められてるものが分かんない。そう、ファーとした状態が何って思ってて、その全然意味分かんなくて。もうちょっとなんかいい言葉あったでしょ。だって分かんな、これじゃなんか考えれば考えるほどつぼってきちゃって。いやいや、ほんとだ。僕の最後はですね、はい、まあ、張り紙っていろんな張り紙あると思うんだけど、うん、はい、クレームの張り紙っていうのもあるじゃないですか。まあ、はい、あるその隣の人の家の玄関に貼ってたクレームの手紙、あの張り紙です。はいはいはい。あなたの彼女の喘ぎ声と金玉のペチ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 弾ける音がうるさいので、せめて窓を閉めてセックスしてください。あ、ガチクレーム。しかもしっかり金玉と。うわ。これもうさ、これガチのクレームなのよ。うわ、これ。これドアに貼ってあるんでしょ、多分。玄関。あ、玄関でしょ。玄関ドアに貼ってあるの。きつ。想像するのにやばいわ。いやーこれもうさ、恥ずかしいよね、言われた側が。だからわざとそれ狙ってやってんのかもしれないけどね。トイレなんだけど、はい、そちらがこちらでございます。このウォシュレットは不具合により隣のウォシュレットと連動しています。隣の個室にいる人がいる場合のご利用はお互いの意思を、なんかこれ意思の疎通を図り気持ちよく利用しましょう。こっちを押したらこっち出て、こっち押したらこっち出るから、うん、このお互い頑張って、そういうことか、もしくは同時に出ちゃうからでしょ。あ、いやじゃない意味わかんない、そんなウォシュレットあんの。連動してるウォシュレット俺聞いたことねえぞ。張り紙があって、うん、その張り紙が面白いんじゃなくて、その近くにあるもの込みでおもろいみたいな。落書き禁止って書いてあって、うん、その下にわかりましたって書いてアウトなのよ。それがアウトねえ、分かってないよ。それがアウトなのよ。このもう舐め腐った感じ。わかりました。マジでこれ書いてる舐めてんの。いやいや、これこれはもうやばいからね、やってること。わかりました。もう最低。最悪だな。えぐっ。これはやっちゃダメだわ。こんななんかもう皮肉を込めたね、ことやってるっていうね。これそれクソ迷惑行為だからね。ただめっちゃおもろいよ。おもろいわ。じゃあもう本当変えたやつ最低なんだけど、ちょっと笑ってしまう。最悪だよ。まあ、皆さんもね、どれが一番面白かったでしょうかということで、うん、はい、まあ、みんなもおもろい張り紙があったらね、画像付きでね、僕らのツイッターで欲しい。いや、くれくれ、もしもしめちゃくれ。マジで欲しい。それはくれ。いや、マジでくれ。ガチで欲しい。それは本当にあったらくれ。これね、やっぱね、本当に面白くてね、うん、なんかいいんすよね。ね、いいね。というわけでね、はい、この面白いなと思った人はチャンネル登録高評価、そして通知登録よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。